もう前田さんがおらんと仕事が早い。おっしゃる、もう小屋でいいですか。あれ、もう窓枠ついとるんですね。もちろん。あれ、この間前田さんが仕事でいない間に頑張ったよ。ああ。ほら、こうカウンターにもなるようになったし。あ、ほら。あ、長くなったの。なるほどな。うん、なかなかいい感じやろ。さすがです。うん。まあ、ただちょっと窓がやっぱりこう開く分が相当少ないけど、限られてくるんです。まあもうええかなと。ここは跳ね上げにした。あ、跳ね上げね。なるほど。レールまでついてる上にここに溝までもうすでについているという。あ、もう入れるだけですよ。入れるだけ。もうすでに入れて OK やったから、うん、今日ね、久しぶりに前田さんと二人ぼっち工事久しぶりよ。だからこっから本格的なツリーハウスのセルフビルド始まるんです、ね、始まる。でここまでこれ斜めのところはやっぱりちょっと難しいので、うん、水下さんにやってもらったんやけど、うん、今日やるべきところはこの真っすぐのところ、うん、ここに、窓枠を入れるのと真柱を入れるということと、あとこっちやね、扉。あ、そうですね。そう、ここに2本入れて入れるという、この2つを今日やるのと、だからまあ、真柱を4本入れるぐらい、1、2、3、4、あ、5、6本か、6本と横の補強を入れるのが、うん、今日の仕事でございます。仕事ですね。はい、はい、それ間違えたら取り返しつきませんからね。お願いしますよ。ほら、アップは入れねえ。相性悪かった。斜めに切れた。また道具の手にする。今日いつになく慎重やな。それでおじさん、絶対おっちゃんこのタイミング絶対せんでしょ。何が？この慎重なところは絶対って。ああ、だって俺いつも失敗するもん。分かっとるもん。さすがやな。この枠俺でも作ったけど、全部測ってくれたのは S 下さん。あの、組むのそうでしょ。そうそう、一番肝心なとこは S 下さんにあってもらう。全部書いて、ここにネジを作って、まあ、印までしてくれる。ここと、ここと、ここと、ちなさいで。なるほど。あー言われてる。手取り足取りな、むちゃくちゃなとこ、ちょっとわかんない。振り返るとな、S 下さんじっと見とんない。はいよ。おじさん。ん？カメラあっち向いとる。なんなんだよ。はい、カメラあっち向いとる。はいはい、ふいな。ちょっとさっきそっち行き、そっちが皆さん、入るでしょ、入るでしょ。いいじゃん、できてきてるじゃん。終わりや。ここはまあ、これ昼飯行きつつ行きたいな、買い物。頑張りましょう。ちょっと遅飯にしてもええやろ。あ、全然取れないですよ。で、これここやろ。うん、高いな。いや、なら、ここ高を下中途半端にやるよりかも高い方がこけやんから。あ、違う違う違う、ここが高いな、俺なんも見えやなと思っただけや。ほんで、今からやるとしたら、まあでもこれに合わせててっぺんまで作ってしまうか。早いね、スライドのここある仕事が。早いですね。よいしょ。こうな。そうそう。よっしゃ。よし。あ、プロっぽいね。このバッテリーで叩くの。ようやるよね、みんな。持ってくのめんどくさいね。
ッチタッチどうですか。いいんじゃないですか。まあ急変ですね。まあ後でまあ細かいところは入れるにしても。すごいや前田さん、俺たちできてるで。もうつけましたから、ね、自画自賛しておきましょうか。ああいや素晴らしい。どうせ奥さんどこ俺が引き止めるとね。だからここは僕がやりましたって言えますよ。いいよね。あとこれも一緒くたに言われるからな。もう前田さんと福田さんはって言われるから。さあラストですよ。ラスト皆さんご覧ください。今日ここもできて、ここもできて、はいここで、これをこう当てて、これで固定なんですよ。俺マックシェイクのラムネが食べたい。たまたま行ったら初日に食いましたよ。食べた？たまたま行って、あ、今日からやっとんねやと思って初日で食いました。裏切り者や。みんないいよね、食べた。その前のプリンも食いましたよ。そうの俺食ってへん、知らんし、存在を知らん。プッチンプリンや。プリコのプッチンプリン。前田さん、お前シュッと食べてんな。あれなんかちょっと方向違わへん？見てみ？なんかちゃうで。ほんまですね。あ、っていうことは俺。まあまあ映画な。っていうことはこれ打ち方反対やがな。そんな面白いネタ見つけたな。暇な男やな。最後の最後でここまで頑張ってきたのがこれで台無しやから。見事に今逆つけとったもんな。何も考えてなかった。黙っときゃよかったから。なんで終わんねやろうって言わなあかんと思うんですよ、うん、いやもう腹減っとるから早終わってほしいやん。もう飯食いに行って買い物行ってね。そうか、こんなに出るんか。ここということはこの位置ではつかないんか。この位置ではつかないんか。誰にも来るんか。自分、うん、おじさんには言ってないですよ。独り言な。独り言ですよ、うん、相変わらず決まらんな、うん、事前には泣けてるんだ。耳のない穴やったってやつやろ、うん、はい、出っ張りを調べて、はい、で皆さんここからずれますからね。見てくださいね、ずれますよ。動きっぽくいたって言いますからね。すごい慎重に打ち寄ったぜ。合わしたでしょ。あー止まった。素晴らしい。あともうちょっとこれダブルで入れときます、うん、下もダブル打ちました。向こう打ってへん、打ってへん、うん、ここなんか気が多いな。いやこっちは長いからあれやけど、向こうは短いから、うん、最後の一本終わった後になんか面白いこと言ってくれるはずからな。何も言いません。自分の動画やで。はい、どうもお疲れ様、前田さん。お疲れ様でした。何もおもろいこと言えるわけないやんか。たくやプロデューサー台本書いてくれやんだで。アホ。さあ、すべて終わりました。今日のミッションとりあえず終わり。あとこまごましたとこ。はい、今日のミッション僕が頑張りました。ね。そんなアップいりません。はい、はい、一文字終わり。終わりで。昼行きますか。行きましょう。はい、パパ久しぶりや。俺もお湯入れる一応。水も出しようか。俺
これ熱いですね。天下巻きとかいいですか。どうぞ。はい、エビ天ですか。何と頼まんですか。あ、これにエビ天一つにして、エビ天二つか、うん、これここここ危ない危ない危ない。あ、すいません。じゃあ甘だれ、じゃあじゃあ、おじさんが盗撮してます。そう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 、いやいや、できたよ。家らしくなってきました ねだって今日とりあえずこのドアの入り口作ったやろ。これ入り口つけましたしね、あっちの窓つけて。俺この窓すごく気に入った、こっち側。これいいよね。いいですよね、うん、でこっち側ね、ほらもう壁が、まばしらがこっちもこっちも完成。そうそう、これは短いもんで出が少ないんやね、うん、これでこっちはこのように出してくれてあるんですね。もうこれカウンターでいいですよ、このままの。では窓分からんと、これ上がってしまうからな。でもこのままでは低いよな、多分多分低いよな。ということで、とりあえず作業、それ以上上げてももうカツカツ。今度上げるすぎるとさ、ここもぶつかるやん。あの窓の開口の意味がなくなってきますもんね。そうやから、もうしょうがないから、もうこの位置にしといて、テーブルがもうこっちにちょっと上がっても仕方がないよな。こことこう段差できてもしゃあないですよね。これは本当はそれたかったけど、そんな都合用はいかんのでね。